前田さんは、香川県高松市と、田郡三木町の境界に位置する丘陵の総称。複数の起伏のある山が連なっており、最高峰の標高は280.1メートル。香川県高松市東部と、田郡三木町北部との境界に位置し、高松市側では小高松地区、前田地区、群れ地区、三木町側では、平井地区の各一部である。高松平野の北東端に位置し、 高松市における都市の連続した広がりの終了地点ともなっている。前田山自体は、隆起洗浄地、断球、新植国などの複雑な地形が入り組む丘陵の総称である。最高峰は、NHK と KSB のテレビ送信所のある標高280.1メートル地点で、あるが、その地点も含め突出して、高い峰は存在せず、 小高く起伏のある丘が連続している。そのため三角点は最高峰も含めいつつ設置されており、東急は最高峰が3等、その他が4等である。また、国土地理発行の地形図には、前田山という名前は載っていない。この山には全テレビ局の送信書が置かれており、NHK 高松は親局、全民放が中継局としてテレビ放送の電波を出している。 高松平野のほぼ全域の世帯がこの山にアンテナを向けており、山としてよりむしろの電波送信所の所在地、前田山送信所としての認識が強く、単に前田山というだけで送信所を意味する。送信所となっている電波塔は2塔あり、南側にある塔からは NHK 高松放送局と瀬戸内海放送、北側にある塔からは西日本放送、 RSK 産用放送、岡山放送、テレビ瀬戸内の電波が高松都市圏全体へ向け発射されている。地上デジタル放送の送信書もここに設置されている。前田山の上を移動する道路が存在しないため、目的地によって登山口が大幅に異なる。最高峰へ向かう道路は前田地区からの道路が存在し、 自動車の通行は可能であるものの福員が非常に狭く対向は困難である上にカーブが多く見通しが悪い。なお、この道路は NHKKSB のテレビ送信所建設の際に作られた道路のため、他の峰など送信所より先に行くことはできない。その他、群れ地区から山上に位置するゴルフ場専用道路でも登ることはできるが、この道路はゴルフ場の指導であるため、 関係者以外の通行は推奨されず、営業時間以外は、ふもとの入り口が封鎖される。この山を迂回する道路としては、東西方向が、香川県道272号高松市戸線、南北方向が、香川県道38号三木村線を利用することにより、高松市と佐抜市、市戸、三木町と高松市村地区間が、ショートカットできる。 県道38号は新縦石トンネルによるショートカットであるが、このトンネルが完成する以前に利用されていた旧道は、数少ない手彫りトンネルとして、有名な立石水道を経由するルートで、その前後の区間も自動車の対抗すら困難で、強硬な道路であった。ありがとうございます。